ですね。土曜日ですけれども、夜の部ですね。18時からの秋葉原、ガンダムカフェ前。まあ、これあの、以前ね、初回だったかな。8年前の都知事選の時ですね。一番最初の都知事選の時のグランドフィナーレやった場所です。こちらで選挙演説が行われますので、まあ、皆さんよかったらね、ご参加いただければと思います。まあ、ガンダムになったらあそこね、ガンダムカフェが潰れてなかったんですよね。あの、AKB カフェはもうとっくの昔に潰れてたんですけども。<laughs> ガンダムの方はね、消えてなかったということでね。まあですからね、久々にね、秋葉原に行く人もね、まあよかったらね、18時から、18時から桜井の選挙演説始まりますので、ぜひね、あちらの方にご集合いただければと思います。